それからもう一つあるのはこれです。先ほどもちょっとお話ししましたけども、体育の指導っていう部分とスポーツの指導っていうのは根底に考え方が違います。多分私らは体育で教わった北人間です。もう多分お母様たちはギリです。体育からスポーツに変わり始めたぐらいだと思います。で、今の子たちはみんなもうスポーツです、基本考え方が。だから体育の指導とスポーツの指導というのはもう完全に根底から違う。で、今指導者が共存共栄しています、正直言って。両方の世界の人間が。だからよく今よくあるじゃないですか、パワハラ問題ね。パワハラでいっぱいね、テコンドーもそうだし体操もそうだったし、ね、みんなあれ何かというと、あの問題になっている人間たちってみんなこっちなんですよ。体育の指導者なんです。で、訴えている連中何かスポーツの指導者なんです。これ根底が違う、考え方が違う。でもこれはどちらかがいいかっていうものってまだ結果出てないんです、はっきり言って。これも明日ちょっとお話ししようと思ってたのが、サッカー一つとってもそうですけど、こっちでどんどんやってきてる連中っていうのに指導されると、サッカー自体はものすごくうまくなります。ヘディングだとか、そのサッカーの中のスキルって言われるやつです。水泳だったら、テニスだったらサーブだけめちゃくちゃうまくなりますよ。そういうやつにコーチされると。卓球だったらもう要求サイドの動きがものすごくうまくなったりします。だけど、じゃあ物投げてみとか飛んでみって言ったら全然できないっていう、スポーツ万能っていう子がどん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 いなくなるんです。スポーツ万能を生むってなると、こっちの教育の方がいいんですよ、本当は。だから本来はこれが手と手を合わせてこうやっていいものを作り上げる、まあ、そのために今スポーツ庁ができたと思うんですけど、強くなると思うんですよね。でも今ちょうどそれが混在してる。で、そのなぜかというと、その指導法が根底がこれだけ違うんです、概念が。体育の場合っていうのは根底には管理目線っていうものがあります。要は体育です。体を育てる、教育、教えて育てるっていう部分ですから、どちらかというと上、まあ、ちょっと言えば上から目線なんですよ。いいか、集合、ピッ、前に習い、いいか、先生の言うこと聞け、行くぞ、大丈夫だなっていうのがこっちです、体育です。スポーツって言われるのはどちらかというとコーチ学であったりティーチング学であったり、そのスポーツのスキルに応じたテクニックであったり、そのスポーツに応じた選手育成を行うっていう学問がスポーツなんですね、今。そうすると根底にあるのが何かというと、アスリートファースト、よく言われます。選手目線なんです。お前らが選手のためになるためにはこうしような、だからこうしよう、自主的に話し合いが設けられて、どう思う、このゲームどうする、どう考える、お前らなら、与えてあげて、みんなで話し合いをさせて、その話し合いによっての答えで、お、じゃあそういく ?OK、じゃあ行こうねっていう部分の選手目線。だからトレーニングに関しても、選手たちで話し合って修正をしていくっていう部分が、大体スポーツの指導者たち。体育の場合は、どちらかというと、上からですから、江川、今日の練習これ、これ、これ、でね。はい、問題はないね、はい、行くぞ、はい、行こうっていうのが体育の世界なんです。これはどちらかというと、監督さんとかコーチが自分たちで勉強、自分たちの経験値をもとに練習メニューを作り、そして指導方法を作り、そして指導していくっていう部分だから、全然根底が違うんですよ。で、この根底が違うところに、うちの大学とかも、うちの高校もそうなんですけど、ポンって違う子が入ってきたら、一番迷うのが選手なんですよ。わかります？サッカーだとユースって言われるところと、高校サッカーっていうのと考え方が全く違います。だからクラブチーム、FC 東京クラブチームで入ってきた子と、どこどこ高等学校サッカー部で入ってきた子が僕の大学に来ます。もともと育ってきた環境、教え方が全く違うんですよね。で、
うちのサッカー部はどちらかというとまだ年齢が監督さんも上で、こっちがコンテなんですよ。そうすると入ってきて、ユースから入ってきた瞬間に、え、なんだこれってなって、途中でやめていこうとする。もう全然やる気が起こらなくなる。そういう子を今逆に言えばコーチとかこういう連中がフォローをしながら育てていってるっていう現実もあるんです。でも逆に高校でこっち側で教育されてる人間がいきなりプロでユースポンと入る、自己で考えて自分でやれって言われると何もできないんですよ。何をするの、教えてくれないのっていう話になるんですよ。だから今ちょうどこれが本当の今過渡期なんです。今混在してるんです。だから今ちょうど選手が本当に、厳しい状況になって辞める子もいっぱいいるっていうところの今現状がある。そこを踏まえて僕らはサポートしていくんです。この子はスポーツの方から入ってきてんな、で上管理からされてるから多分こういうことでメンタル的にやられるからこっちでフォローしようみたいな。で体育から体育で上がってきてるやつははいはいはいっていけるから、よしそのまま行けって行けって話ですよね。で逆に今度は体育からユースに来たのは考えられないから、いやいやじゃあ考える癖つけようって言って先輩つけて、で先輩でトレーニングさせるとか、逆に言ったらそういうふうな形。ラグビーの方はどちらかというとユースと同じような考え方です。みんなで考えさせるっていう話だから。それで何々中学校ラグビー部バーンって来たら、分かんねえ俺って話になる。そうするとみんなで話し合いを持たせて、常にみんなでメモを取りながら、どういうチーム作りをしていくかを話し合いながらやるっていう。だから指導者によって本当にその育て方が変わる。だからお母さんたちも皆さんもこれから子どもたちの進路とか周りの人の進路の時に自分に合った進路って絶対あるのは何かというと監督とかチームの指導方針なんですよ。いくら有名であったりいくらいいって言って、まあ、これもちょっと明日ちょっと深い話しますけど、いいって言って言っても潰れちゃうとしょうがないじゃないですか。本人やる気なくなったら何の意味もないわけだから、それで頑張りなさいってよく言うんですよね。お父さんお母さん、いや頑張りなさいの根底を分かって言ってるのか、ただ単にあんた甘えてんでしょって言われて言ってるのかでは全然違うので、そういうふうな今二極の指導法があるっていうこともちょっと頭に入れていただければというふうに思います。それからもう一つあるのが、先ほど言った早期の処置っていうお話をしました。皆さんね、お母様たちが本当にその初期のいろんなその判断をしていただければね、ここまで長引く怪我しなかったのになっていうのがたまってよくあります。でそれは何かというとこれです。ポリスの普及っていうのが今重要っていうふうにスポーツの中では言われています。で今までは何かというと、多分皆さんお聞きされたことがあるのはライスっていう、ライス処置とか聞いたことないですかね。消防署とかいろんなところに行った時に休ましてアイシングさせて圧迫させて居場してくださいって、要するに安静にしてくださいって、ね、捻挫したらそのままもう動かないでって、安静にして氷で冷やして包帯巻いて心臓より高いところで上げてっていうのがライス処置って言われるもので、これが一般的だったのですが、最近はライスから今ポリスっていう考え方に変わっています。でポリスっていうのは何かというと、ここのアイスの ICE はここ一緒です。冷やして包帯で巻いて居場するっていうのが一緒なんですけど、このピーテル、これプロテクトって言って固定をパーンとさせて、固定を先にさせて、でオプティマルローテーション OL っていうの、これオプティマルローテーションっていうんですけど、適度な負荷をかけさせてください。適度な負荷をかけてあげた方が基本的に早く治りますっていうことなんですよね。でただこのオプティマルローテーションの適度な負荷っていうのは正直言って素人とか普通の経験がない人には分からないです。だけど固定をしてあげて冷やしてあげて圧迫をしてあげて心臓より上に上げるっていうことは誰でもできるんです。これあのゲーム中みんながの、いやじゃあ野球でやってたらデッドボールバーンと当たった痛い休んどきなさいではなくて、捻挫したあ捻挫したそこ休んどきなさいではなくて、じゃあちょっと固定しよっか、何でもいいんです。固定はね、もう本当に何でもいいです。固定するものは動かないようにすればいいだけの話なんで、固定をして傘でもいいんです。ピュッと何でも置いていいです、はっきり言って。もう
包帯だったら包帯をぐる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 巻いちゃってもいいんですよ。包帯ぐるぐる巻いてアイシングで氷で冷やして心臓より上に足を上げてあげてるだけで、これでも初期治療全然違うから次のリハビリが早いんですよ。これを家に持って帰って、ね、家に帰ってどうしたのね、痛い、まだ痛いと、じゃあ明日病院行こう、明日日曜日、あ、じゃあもう月曜日行こう、もうそこで2日間の猶予で細胞とかそういうものが全部損傷してもらって、そこからリハビリをするって話になった時にもうそこでスタート遅れてます。だけどそこでこういうものが全部できていれば、じゃあすぐにリハビリにつなげられる。そうすると復帰も早くなります。こういうポリスっていう部分の普及とかっていうものは、これ非常に大事です。あのネットとかで調べてもらうと多分ポリスってすぐ出てきます、ね、こういうふうなもの、ね、これもまあ僕あのアスリートフードマイスターの方にお願いをして、このセミナーとかもちょっとやらせてくださいっていう話は今させていただいてます。で、簡単なコンディショニング、これ簡単なコンディショニングって言ったら先ほども話したようなストレッチですよね。先ほど言ったクールダウンで行うああいうストレッチできてるの？いや、やり方わかんないもん、コーチ教えてくんないからとか、やり方わかんないもん、もう忘れたって子供たちよく言います。でもお母さんがちょっとだけそれ分かってたら、じゃあこうしなさい、ああしなさいっていう、お母さんたちがトレーナーになってくれれば、ね、専門的な部分はいらないと思います。選手を育ててるわけではないので、赤の他人のそこでお金を発生してもらってるんだったら別ですよ。そうではないので、自分のチームであるとか、自分の家族であるとか、あとは自分の子供たちであるとかっていう部分に関しては自分の知識で全然構わないです。間違ったことをやらなければいいわけであって、ストレッチなんて間違うってことないです。こんな固めなさいとかいう人いないじゃないですか。伸ばしなさいですから。でも基本的にそれを覚えてもらってやるっていうのは絶対に僕は大切なことです。だからそういうコンディショニングが家庭環境とかで行える、まあ、コミュニティっていうんですかね。でそれを逆にこのアスリートフードマイスターで作れるんだったら僕ぜひ協力しますっていうことで今こうやって登壇させていただいてはいるんです。それと時間がもうだんだんなくなってきましたので、まあ、こういうふうな部分で、まあ、皆さんの、まあ、こういう初期消化だから今言った3つっていう部分ですよね。指導者によっても変わっているっていうところ、それから SNS の普及によっていろんな情報確保がある、後でまとめますけど、まあ、こういう環境、要するに自分たちがトレーナーになるっていう意識を持つだけで全然環境は変わるっていうことだけお伝えできればというふうに思います。それから今度は、皆さんアスリートフードの資格を持たれているし、まあ、ここに来られているということは栄養にもすごく皆さん絶対に興味があるはずですから、そのお話を少しさせていただく。選手の防衛体力を考えます。先ほど体力で行動体力と防衛体力とありました。で、行動体力っていうのは何かというと、これは動く体力です。先ほどで筋力であったり瞬発力であったり、そういうものです。防衛体力っていうのは何かというと、これはメンタルとストレスなんです。要はメンタルとストレスに強い、要は免疫系に強い、これを防衛体力と言います。多分、皆さんも経験あると思うんですけど、あいつ練習の時本当強いのに試合でめっちゃ弱いなっていう人いませんか？いますよね。あと、あいつ練習何もしてないけど本番やたら強くないっていう人いますよ ね。僕らもそうです。こうやってやっててすごい賢く、うわあの人すごいなと思うけど、こういう公演の場でボーンってやったらガチガチでサクサクって噛む人っていっぱいいます。でも何もしてなくてもポーンってきたらこんにちはって言って話す人もいます。ね、ああいうものって何かというとメンタル的なものです。要は防衛体力と言われるものが強いか弱いかなんです。で、今よく社会の中でも言われているのがそのパワハラ問題とかモラハラ問題だとか、昔も確かにたくさんあったと思います。僕らの時は絶対殴られて普通だったじゃないですか。殴られても文句言いませんが、今そういう時代ではなくなってますけど、それなぜかというと防衛体力がみんななくなってきたからなんですよ。防衛体力って一言同じ言葉を皆さんにかけます。僕がもう、ね、これはちょっとおかしな話ですけど、お前らバカかって僕が言ったとします。そうすると中に防衛体力が強い人がここからこうで何言ってんのってあのクソ親父ってなります。だけど弱い子はしゃって自分の中で消化できなくなってこうなっちゃう。これはスポーツ選手も非常に多くて、監督とかコーチの指示、あとは個人競技でなくて選手のグループの競技、集団競技であったら仲間内のそういういざこざ、それでメンタル系でやられてパフォーマンスが出ないっていう子もやっぱりいるんですよ。で、それって防衛体力。
それからもう一つは免疫系に非常に弱い。だからそういうのが弱い子っていうのは免疫に弱いから自律神経がおかしくなってしまってよく風邪をひいたり、ね、本番ギリギリで一番大切な時にインフルエンザかかっちゃったとか、そういうのも防衛体力って言われる体力の区分になるんです。運が悪いねじゃないんです。これ体力が弱いんです。それは防衛体力という括りの体力が弱いんです。でそれを強くしなきゃいけない、ね、でも強くするためにはどうするかというと、それお母さんたちが大切なんです。お母さんたちにお父さんお母さん家族地域のコミュニティ、今地域のコミュニティがなくなってますよね、確かにね。だけどそれがすごく大事で、それはどういうことかというと、先ほど汚れのところで話しましたけど、早期発見治療に導くシグナルポイントということで、一時的要因から二次的要因を推察するということなんです。必ずそこに原因の怪我とか病気はあるんだけど、その普及先って何っていうところを常に考えて話をしてあげてください。子どもさんにもチームの皆さんにも。これどういうことかというと、先ほどお話ししたように、もしこれって必要であれば言ってください。パワーポイントのやつで写真とかはちょっと出せないですけど、僕がお話ししたものの内容は後で多分説明をしていただけると思うので、もしあったらお渡しますんで。これですね、まあ先ほど言った毛が治ってんのに調子が上がってこない、ね、うん、こういう人います。ひょっとしたら皆さんのお子さんにもおられるかもしれない、皆さんチームにもいるかもしれない。でこれどういうことかというと、毛が治ってるんだけど俺大丈夫かな、私大丈夫かなって不安が先に立ちます。それから逆に言えば、チーム内で競争があれば俺あいつに負けるんじゃねっていう不安になります。レギュラー剥奪されるんじゃない、不安になります。これが逆に強豪校強豪大学行ってると特にそうです。これ強豪中学強豪高校、これもちょっと明日お話ししようと思うんですけど、特にスポーツ推薦の子たちってこれすごくあるんですよ。自分がそれで推薦でいい学校に入ろうと思ってて、これになるとみんな自律神経いっちゃうんですよ。で何が起こるかというと、頭痛吐き気不眠イライラ、そういうものが起きてくる。要は全て自律神経防衛体力の乱れなんですよ。だから捻挫してだいぶ良くなったのに、なんかこのいつも最近こいつイライラしてんなとか、なんか最近こいつ寝つけてねえのかな、なんか元気ねえなとかって思った時には、必ず裏にその不安っていうものがあるんです。だその不安を必ず取り除いてやんなきゃいけない。もうあんた怪我治ったんだからそろそろやりなさい、トレーニングしなさいって言ってもダメです。そんなの自分が一番分かってんだから。じゃなくて、その裏に何があるんですか、どういうメンタリティがあるんですかっていうことを気づいてあげるっていうのは、指導者であったりトレーナーであったり私たち、それからお母様たち、ね、それから地域の指導者の役目なんですよ。だから必ず一時的な要因の裏にどういうものがあるかっていうことを常に考えるっていう習慣を逆に皆さんがつけていただければ必ず会話になります。最近どう、捻挫治った、治った、本当だけど調子が上がってないんだったら、ちょっと乱れてるのかな、何か裏にあるな、レギュラーになったの、復活できたの、試合に出れそう、いや実はライバルがいて補欠になりそうなんだとか、いやちょっと俺怖いんだ、あそう、そしたら自分たちのお母さんの愛情チームの愛情でフォローしてあげればいいんです。子どもたちはそれを分かってくれるだけで全然変わります。正直言ってやろうっていう気になります。だからそういうふうな意味を込めてちょっと頭の中にこれも入れていただければというふうに思います。それからこれはもう釈迦に説法です。皆様アスリートフードマイスターをお持ちになっているので、強靭な体を作るトレーニングとの相関性です。トレーニングっていうのは僕が思うに食のトレーニングって一番大事だと思ってます。トレーニングの中で食、僕が今まで経験する中で柔道であったらラグビーであったら前のフォワード体重増やしたいんですよ。めちゃくちゃ増やしたいんです。食べるんですよ。でも増えない、全然増えない、ね、それからものすごくスキルだけで、うちの大学にもいるんですけど、ものすごく有名で何者で入ってきたんですけど、肉離ればっかりするんですよ。
ものすごくもうプロから絶賛されるような技術は持ってます。でも常に怪我してるんです。もういつも怪我してます。で、それが食と共に改善させられるんですよ。改善することができるんです。で、食っていうのは本当に僕もいつも言うのはトレーニングの一環だよ。これもトレーニングだよ。要は体が大きくなれないやつは吸収する術がないんですよ。ポテンシャルがない。じゃあそれを作ってあげなきゃいけない。それを消化吸収する、あと肉として自分が吸収できる。それを作ってあげなきゃいけない。これもトレーニングなんですよ。だからそういう部分では、こういう補酵素としてのビタミンだとかミネラルとか、こういう不足っていうのもアスリートにとっては非常に大切なものです。多分フードチョイスの中で皆さんも出てきて勉強されたと思いますけども、特にストレスなんて言ったらビタミン C じゃないですか。そしたらフルーツ力いっぱい食べさせてあげた方がいいじゃないですか。それから本因子で要は肉離れが多かったりすると、これマグネシウムとかがやっぱり亜鉛が足りなかったりするわけですよね。そしたらそういうふうな亜鉛がたっぷりのものであったり、あと鉄分たっぷりなものをタンパク質を一緒にね、豚の生姜焼きとかと一緒に取らせてあげると全然いいわけじゃないですか。そういうふうなやっぱり強靭な体を作るための部分っていうのはトレーニングと常に密接です。だからアスリートフードなんです。だからトレーニングっていう部分は食事もトレーニングです。体を鍛えるのもトレーニングです。先ほど言ったそれがみんなが分かってきて、それがお母さんたちとか地域のコミュニティでできたら、スポーツってめちゃくちゃ強くなります。はっきり言ってただの栄養の食ではなくて、スポーツの成績を上げる、この人が求める体を作りをするっていう部分に食が入ってきたら必ずその選手は強くなります。ですからぜひともこういうそのトレーニングっていう部分と食っていうのは非常にある。で、多分子どもさんたちがもうお腹いっぱい、トレーニングと思って食べなさいって、ね、トレーニングと思って食べなさい、強くなるんだからと言って食べさせてあげてくれた、ね、そうすると非常にいいと思います。これです、ね、今日ボディというのは必ずトレーニングの横に食事があります。で、足りないものが補助食品で養えばいい。今よくあるのが補助食品がどん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 サプリメントが出てきたので、サプリメントばっかり取ってるやついっぱいいます。それはサプリメントです。あくまでも補助食品ですから、食事がきれいにできてプラス足らない部分を補食すれば、これは 100% じゃないですか。で、よく僕のところにコーチ、体重増えないんですよね、どうしてる、飯食ってないんですよ、時間がないからってプロテインばっかり飲んでるんですよ、こうやって何倍もやって全然ダメなんですよ、なるかって話じゃないですか。だからそういうふうな部分で必ず食事とトレーニングっていうのは必ず、これが屈強ボディの必ずなります。で、そこにしっかりとした補助食品を入れていく、ね、そういうふうなものっていう部分をやってあげればいいと思います。それではお時間がだんだん迫ってきているので次のテーマに行きます。トップアスリートになるための心構えとサポートっていう部分ですけど、先ほどからおこがましいのでって一番最初冒頭に私は言いました。トップアスリートになるための効果的なトレーニングなんて正直言ってないです。あるんだったら、うん、もう僕はっきり言って六本木シリーズかなんかにすごいとこ住んでます、正直言って。そんなだから僕 もうカリスマで、私頼みは金メダルを100人作りますとか言ってます。ないんです。あるの何かというと継続なんです。継続は力なりです。そしてもう一つ言えることが何かってここです。徹底的に長所を伸ばします。長所を伸ばすってすっごく大事なことなんです。で、今先ほどのお話で、明日もちょっとお話をしたいって言ってたお話の中で二極化の話をして、コーチの指導者のタイプも2つあるっていう話で、スポーツで入ってきた人っていうのは先ほど言ったようにヘディングが上手くなったりとか、サッカーが上手くなったりね、その先ほど走るとか、長井とかもその通りで、全日本の足が速いです、あれだけ速い選手いないです。あれ何かと徹底的に長所を伸ばしたんです。でもそれがいいのか悪いのかはまだ答えは出てない。先ほど言ったように、ね、運動能力っていう総合的な運動能力、要はスポーツ万能って言われるものと、そこの長所だけがすごいって言われるやつは別物です。だけどそれでも日本代表にはなれるんです、ね、トップになれていきます。だからどっちが正しいかっていうのはまだ正直答え出ないです。オリンピック、東京オリンピックが出てきてやっと、あ、こういう方向だなっていうのは多分指針が出てくるんじゃないかな、指導者側も
というふうに思います。だけど徹底的に長所を伸ばすということは選手の自信につながるんです。悪いところを修正して否定するんではなくて、お前これだと日本一になれるよ、お前ここ徹底的にやって誰からも負けないオンリーワンだろうねっていう方が選手は伸びてきます。その度に何をしなきゃいけないかっていうと、やっぱりサポートシステムを確立させなきゃいけない。そのサポートシステムっていうのは何かというと、先ほどから僕が話している家族がトレーナーになることなんです。そして地域の医療とかケアをしている先生たちに情報を流してあげて、その情報がコミュニティになって、分かった、じゃあこうしましょう、早く復活させてあげたり、そういうことをやってあげる。コンディショニングを家庭で作ってあげる。先ほどスタティックのお話をして、時間がない、次英会話行かなきゃいけない、食事する、送り迎えする。でも、あんたストレッチした？してないなら家でしなさい。いや、わかんないもん。あ、ママが教えてあげるよ。パパが教えてあげるよってやってあげれば、そこで家族のコミュニティも絶対に取れてきます。それが癖になります。それが何になるかって言ったらこれです。継続は力なりになるんです。そうすると、今度は、その子たちが中学、高校、大学、寮に入ってもやるんですよ。もう日常化してるから。勝手にやります。そこまで持ってくると選手は勝手に伸びる。でも伸びる背景には先ほど言ったように指導者を見極めるっていうのもポイントなんです。お母さんたちが。どこの高校行く、どこの大学行かせるときに、私の子に合ってるの方はこっちだな、こっちだなって言ってあげて、その指導者がこれやらせれば、絶対にそれこそ本当にオリンピック量産できるはずっていうふうに僕は思います。なのでぜひとも皆さん、ね、一緒にこういうサポートのシステムを作りませんか。なんか作るとすごいなんか楽しいような気もします。はい、ではちょっとお時間になってきましたので一個だけやりましょうかこれですね、実践しましょうということで、まあ、トップアスリートが大体やってます、はい、体幹のコアのトレーニングって言われるやつです。で、これよくあるコアトレって言われてるんですけども、ここにちょっと説明だけをします。体幹っていうのは2つあってですね、こうアウター、要するに外の筋肉です。こういう外の筋肉、これはボディメイクですよね。これこそボディメイクです、正直言って。で、この筋肉っていうのは日常の生活動作に必要な筋肉なんです。いや、物を持つとかね、掴むとか動かすとか、まあ、これがアウターマッスルって言われるもので、もう一つあるのがこのインナーマッスルってよく言われる、よく体幹って言われるのは今これを指してます。で、これは何かというと、これは姿勢を制御するギブスのような役割なんです。要は先ほどから一番最初に今日固有感覚やりましたよね、バランスの話もしました。あの体軸を安定させる筋肉って何かというと、この筋肉。で、この筋肉っていうのはいかんせん呼吸と一緒に動くので、だから今よく、三木亮介さんのロングブレスとかまた出てきてますよね。あれ呼吸と動くから、呼吸をすれば要は中で動くじゃないですか、うん、そうすると代謝が良くなるから痩せますよっていう、ボディメイクには最適ですよっていう話です。でもあれがじゃあフィジカルと最適かっていうのは、それは別物、全く。だからそこは混合しないでください。先ほどのこのお話通り混合しないで。で、これは両方、アウターもインナーも両方が機能して初めてパフォーマンスっていう、要はその運動能力っていうのは上がっていきます。だからバランスよく両方必ずやるっていうのはね、これが大切になります。で、体幹のこの筋肉っていうのは腹横筋だとか大腰筋だとか、こう多裂筋って言われる、こういう脊柱起立って言われる筋肉とか、こういうふうなのがあるんですけども、この中でインナーユニットって言われてるやつが横隔膜、あとは腹横筋、あとは背中の筋肉と骨盤底筋って言われる筋肉なんですね。骨盤底筋って言われるのは女性にとってはあれです、高齢者になった時の尿漏れです。尿漏れを予防する筋肉がこの骨盤。横隔膜っていうのは要はでっちり、こう胸がこう張ってお腹がポコってなる、これを塞ぐ筋肉、ね、それから多裂筋って言われる後ろの筋肉と腹横筋って言われるこの横のこの筋肉、これは腰痛を予防する筋肉、要はコルセットの役目をしている筋肉で、その筋肉のことを言います。で、この筋肉を、まあ、鍛えるっていうのがね、一番本当はいいんですけど、
で今日はまあ本当はジャージをね着ていただければここでストレッチマットも用意してましてやろうという話をしてたんですけど、はい、ちょっとスカートの方も多いので今日は一つだけやります。はい、では皆さんまた立ってください。4回目の実技いきます。はい、いいですね。では足を閉じてください。しっかりとですね。はい、足閉じました。はい、そしたら内ももを自分でぐーっと締めます。まずぐーっと締めて力入れてください。締めます。はい、今度お尻を締めます。ぐっとお尻を締めてください。お尻締めました。お尻あトイレっていうぐらい締めてください。こうですね、締めました。はい、そしたら今度そのままの状態で、はい、手を上にぐーっとそのままですよ。内ももとお尻締めたまま手を上げてください。はい、鼻から息を吸います。息をふーっと吐いてお腹へっこめてください。ぐーっと長く吐いて、吐いてお腹をへこます。お腹をへこます。内ももとお尻締めたまま、締めたままぐーっとへこまして、はい、一回休み。今ここ痛かった人、はい、痛い人はインナーが効き始めてる。痛くない人っていうのはまだインナーが効いてないという証拠です。もう一回いきます。はい、締めてください。お尻ぐっと締めます。はい、そのままぐーっと上げて鼻から息を大きく吸って、息をふーっと吐いて、おへそを背骨に近づけるようにぐーっと吐いてください。ふーっと長く吐いて、へこまして、へこまして、へこまして、ぐーっとへこまして、へこまして、へこまして。はい、OK です。これをウォーミングアップで大体10回ぐらいやるんですよ。はい、で10回ぐらいこれやると基本もう腹直筋のインナーが入るから、そうするとこれでウォーミングアップに入ります。はい、ね、こういうふうなものっていうのもあります。ではあと1回だけ、時間がちょっとないので先ほど言ったらモデルにちょっとなっていただいて、こちらに。もうこの肉体美ですからね、こう言っても素晴らしい。今度ちょっとテキストを作るんですけど、裸のモデルになってもらってもいいですか。ですね、こういうトランクっていう、多分分かるでしょう。トランクやっていただいていいですか。これ体幹のトレーニングの一つなんですけど、で足伸ばしてください。はい、でシングルレッグでいきます。ここに、あ、大丈夫だと思います。あ、下きつくないですか。大丈夫ですか、はい、マット、はい、この状態でですね、この状態で、で今これトランクって言って、体幹とここだけで今自分の姿勢を保持しています。でこの状態で、はい、右手をシングルで手を伸ばしてください。はい、右手を、そうです、この状態ですね。この状態で今これが よじれてます。今これ体軸のバランスを取ろうとしています。だからこれバランスを取らせないようにこちらで動かして、まっすぐにした状態で少し僕が足緩めますからキープしてください。はい、キープ、キープ、キープ。あー、そうなんです。これだけをものすごくアウターが大きな、ね、ありがとうございますの、ね、男性の方でもきついんですよ。でこれをまっすぐになった状態にするっていうのをさせるっていうのが、まあ、体幹のトレーニングって言われることなんですよね。まあ、ちょっとあれですけど、僕は威張るわけじゃない、30年以上やってますんで、はい、大丈夫です。こうあるじゃないですか。でこうあった時にこれをこうなると、これローリングって言うんですよ。これ意味ないです。このままの状態でまっすぐに行かないといけない。これがこうならない、このまままっすぐの状態で姿勢をまっすぐで、これでキープする。でこれ弱いとなってしまう。だからそこをしっかりと補正してあげるっていうことっていうのがすごく大切なんですよ。でもこういうのってお母さんたちでもできるんですよ。だから自分がやるわけじゃないから、指導のポイントだけ押さえておけば誰でもできるんです、これ。で、これのいいとこって何かというと、自分でできます。正直言って自分のペースでできます。1日数分でもできます。先ほどのも数分でできるじゃないですか、お家で。で、体重計がない、自体重、要は何も器具使わないです。買う必要ないです、自分の体だけで。だから非常にこういうメリットっていうのがあるので、だからこういうトレーニングもちょっとずつですよ。専門的なことはいらないです。でもベーシックな部分をちょっとずつでも教えることができると、多分お家でもできるかな。
けるので、ちょっとそういう提案もさせていただこうというふうに思っています。じゃあ座ってください。はい、全然大丈夫です。だから自体重なのですね。あの機材を使うというのは基本的に NG です。でも自分の体重を使うというのはバンバンやらせて大丈夫です。はい、じゃあまとめになります。今日、90分のね、あの時間の中でバーッとちょっと話をしたので、ひょっとするとまとまりがない、まとまりのない話になっていたかもしれないんですけれども、もう一度思い出してください。まず靴、これは日本という部分は後進国であるために機能性が悪くなっている、ね、要は 足というものに対しての教育が なされていません。なので自分の形に合ったものに必ずしてくださいということ、ね、ここね、先ほど言ったようにここのお話は、私の方でまとめて今回またセミナーでこのような形でお話できたらと思っています。それから調整力、先ほど言ったように顔面から打撲する、こけちゃう、そういう子が多くなって機械能力がなくなってます。これは靴の部分の悪影響、固有感覚が低下している部分もあるし、また機器能力の情報解離ができなくなっているっていう部分があります。そこをしっかりと平衡感覚、そういうものをしっかりと鍛えていくっていう必要があるっていうことです。それから指導者の指導法をしっかり理解する。先ほど言いました、体育から来ている人、スポーツから来ている人が今混在しています。考え方が全く違います。その2つの考え方の中で子どもたちが困っているっていう状況もあります。ですから家族、お子様、ご自分のコミュニティの人たちはそういう話を逆にアウトプットしてあげてください。こういうらしいよ今。だからこういうことしようねっていうことを伝えてください。それから SNS や雑誌、これを鵜呑みしないでください。自分の自己判断、自己選択でやるようにしてください。 SNS っていうのは100分の本編ではなくて1分間の短編です。コマーシャルでしかないのでいいとこしか取れてないです。それをたくさんやると先ほどお話したようにゴルファーのように魔のスパイラルに入ってしまいます。そこを避けるためにもやりましょう。次、食はトレーニングの一環です。コンディショニングの一環でもあります。先ほど話しました防衛体力の話です。コンディショニング、体の機能を調整する、免疫力に負けない、インフルエンザにかからない、自律神経を乱さない、これも食です。食ってはすごい大切なトレーニングだと思ってください。ですから食という部分に関してもトレーニングという気持ちを持ってやっていただくと選手は絶対に強くなります。それから長期的な視野に立って長所をじっくり伸ばしていきます。ここもやってください。先ほど言ったように短期で記録を出そうなんて考えない方がいいです。長期です。あくまでも長期で、この子のため、学校の先生だとしょうがないです。その在籍期間の中で結果出すしかないから。でもお母さんたち別です。だって将来をずっと見てるんだから、そこの中学3年間を見るわけじゃないね。そうですね、ずっと最後まで見ますよね。だからそこの部分においては長期的な視野に立って長所をじっくり伸ばしていってほしいというふうに思います。で最後、先ほど言ったように一緒にしませんかっていうのはその意味でも、身近な人が本当にトレーナーになってトレーナーの知識を持って簡単な部分でいいから教えてあげると、我々専門家にとっては非常にコミュニティが取れやすくなる。ですぐにいろんなものが発案できたり、アイデアを発信したり、逆にもらったりすることができる。それをすることによって本当に日本のスポーツって強くなると僕は思っています。ですので、これを機会に皆さんがもし本当にトレーニングに少しでも興味を持っていただければ、今日こうやってお会いできたことに、ね、嬉しく思いますし、今日こうやってセミナーをしたことが良かったなというふうに思うんではないかなと思います。ではもうちょっと90分超えてしまいました。95分でしたけど、長々と皆さんお付き合いしてありがとうございます。どうもお疲れ様でございました。